校って初めて来たから、何が何なんだかわからないな。そういえば、海外にも行ったことなかったね。うぷ主。こうして見ると、いろいろと初体験のようだな。うぷ主。出発口はここか。ちゃんと搭乗券を持っていないと飛行機に乗れないから、注意してね。うぷ主。うん、ちゃんと持ってるよ。それじゃあ、行こうか。ポン。パスポートは、お持ちですか？お願いします。はい、それでは、確認させていただきますね。あなた、これ、偽造じゃありませんよね。なわけないでしょ、ちゃんと正規で購入しましたよ。その割には顔がいまいち違うような気もするのですが、まあ、容姿は同じようなので、よしとしましょうか。はあ、ありがとうございます。こうして、飛行機に乗り込んだ3人。それで、どうだった？ちゃんとパスポートチェックしてもらえた？あ、うん、とりあえずはOKって言われた。とりあえず、え？なんか怪しいな。そのパスポート。まあ、許可もらえたんだし、いいでしょ。この度は、業務スカイラインにご搭乗いただき、誠にありがとうございます。ちょっと待って、何あの飛行機？飛行機って言えるのか？あれ？なんか、あの喋っている人に似ている飛行機だな。皆様、快適な空の旅をお楽しみください。大丈夫かな？この飛行機。まあ、なんとかなるだろう。ところで、この飛行機は一体どこまで行くんだろう？確か、ロサンゼルスじゃなかった？おお、アメリカか。いいな。飲み物やお弁当はいかがですか？あれ？機内食ってよくビーカチキンか、とか言うと思うんだけど。これって、電車であるやつだよね？確か。どうですか？何かめぼしいものなどはございますか？あ、いえ。大丈夫です。あ、じゃあ、ミュージックプレイヤーってありますか？あるわけねえだろ。家から持ってこいよ。あ、ございますよ。どうぞ。いや、あるんかい？機内食と。結構時間かかるね。ロサンゼルスまで。まあ、海を越えていくからな。さて、もうちょっとかかりそうだし、俺は寝ていようかな。おら、今から俺はここの飛行機をハイジャックした。なんでハイジャックが起きたの？おい、お前ら、一歩でも席を立ってみろ。はい。おい、立つな、座っとけ。おい、お前の目的はなんだ？俺は今すぐにロサンゼルスに行きたいんだ。え、それなら、今この便が向かっているよ。え、あ、そうなのか。じゃあ、待つか。皆様に、お知らせがございます。エンジンが、止まったとのことです。ということなので、不安な墜落の旅をお楽しみください。楽しめるか。やっぱり無理じゃねえかよ。それより、座ってないと、遠心力で怪我するよ。いや、霊夢。怪我の前に全員死ぬわ。あ、やべえぞ。